アルコール依存だと一生断種しなければいけないのですかという質問ですね。基本的にはアルコール依存症の人は一生断酒です。はい、もちろん。アルコールってドラッグなので、あのやめなきゃいけないですね。あのもう一回飲んじゃうと元に戻っちゃいます。だから、よく言われるのはですね、えー、ぬか床のキュウリですね、えー。ぬか床のキュウリは元のキュウリには戻れないということです。だから、お酒で依存になってしまったら、ですね1回やめるってことですね。 1一回というかもうやめ続けることが重要だということです。<music>